はい、こんにちは、しがです。小人図鑑、小人遊びやっていきたいと思います。このゲームはね、最近は 3DS のゲームを僕実況してたんですけど、今回は久しぶりにスマホですね、 iPhone の、Android でもできるんじゃないですかね。後から調べてみますけど、iPad で私やってます。電話の方はね、 iPhone なんですけど型が古くて小さいんで、では話が長くなっちゃいけないんで早速やっていきましょう。3種類のゲームから1つ選んでプレイするような感じです。心配なく、もうお子様でも小さなお子様でも遊べると僕は思います。で、これ、はい、右とね、左に矢印があるんで、これを右手の親指、左手の親指を僕は使っております。 iPad がちょっとでかいんでね。で、これ、これは拾ったらいけませんね。で、桃尻ちゃんをちゃんと拾ってあげましょう。最初テストでやったらね、50点ぐらい取れたかな。1個取ると1点、左上にね、カウントされてきます。おっと、これ滑るような感じだよ、手が。で、左押すとこう、ずーっと行くような感じですね。はい。だから、右と左手の親指で、調整するような感じ。これはなんか、隠れ桃尻が誤っております。これはひょこひょこひょこっと左側を見てます。これは挨拶してますね。おっと、OK? はい、また OK。はい、はい、手を振ってる、桃尻ちゃん。はい、こっちもまた手を振ってる、桃尻ちゃん。おっと、これ拾わない。これ拾ったらアウト。OK。これでお尻プリプリ。大きいお尻をプリプリ。はい。はい、手を振ってる。お尻拾ってるやねえわ。お尻プリプリ。OK。OK。危ねえ。50点を超えたいんだよ。52、3点やったかな。最初やった時は。こっからちょっと、ごめんね。ごめんね。ちょっと真剣になるよ。真剣になるよ。こっからほんと真剣になるよ。あ、危ない。オープン。あ、これ拾わないとアウト。あっと、おっとっと。これ、間に合うか。あ、間に合わない。間に合わない。多分ね、一回テストした時と一緒だよ、これ。53点は超えたいんだよな。53点は超えていきたい。あともう少しで50点。これね、本当に気をつけないといけないのが、右と左で離れた場合。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。間に合った。間に合わない。さっきより点数下がっとるやないか。さっきより点数下がっとるやないか。よし、もう一回。はい。桃じいちゃん、一体どこを見て手を振ってるの?なんで謝ってるの?なんで謝ってるの?クイックイしてるの?顔。なんで顔クイックイしてるの?なんでこれ土下座?危ない危ない!まだいいの?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 あ、間に合わない!ありゃーありゃーくそー気抜いたな。余裕出して気抜いたよ。気抜いちゃった。残念。今のは残念だった。ちょっとこれ、真面目に、本当に真剣にこのアプリと向き合わないといけないかもしれない。点数取るためにはもう本当真剣にやらないといけない。ちょっと反省しました。私ちょっと余裕こいて喋ってる場合じゃないのこれ。危ないぞ。離れてしまったら危ないぞ。で、意表ついて、お兄さんが押してくるから。わあ、なんかスピード上がってきたな。よし、この辺から真剣にやらないといけない。この辺から真剣にやらないといけない。ちょっと、怖い。ああ、危ない。ちょっと待ってよ。もうほんと真剣にいきますよ、これ。真剣勝負。くっそ、くわあ、取れねえ。悔しい。逆に点数下がってきた。一番最初の点数は超えたい。超えていきたいよ。早いと
オッケー。よし、40点いった。あと、こっから落ち方次第。あー、これ離れとる。間に合って。間に合った。間に合ってよかった。オッケーオッケー。超えていける?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 記録更新いける?記録更新いける?いけそう?よし、記録更新したね。更新したね。記録更新しちゃったよ。70点あたりまでいけるかな。これでね、あと、もう一人が離れなかったら、予測するしかないな。どの辺に落ちるか。予測して、キャッチしていく。70点いった。お、すげえいった。いったいった。すげえいった。これ100点いけるんじゃねえか、おい。おい、100点いけるんじゃねえか、おい。運がいい、運がいい。結構近場に落ちる。オーグラッグ間に合うか。あー、ダメか。78。くー。いや、今頑張った。今頑張った。よかった。最初の点数超えていって、あとね、2種類ね、ゲームがあるんで、宝小金と、何だかな、仏赤羽か。で、一回一回ね、テストプレイしてるんだけどね。はい。次回ね、またやってみたいと思います。今回はね、小人遊びっていうね、iPhone アプリでした。ではまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。